ジークジオン、ジークジオン。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションさん、夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はガンダムをテーマにして作られたソロモン村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せください。では夢をお取りするためにインターネットにお繋ぎしますわね。ということでソロモン村に出発。はい、ソロモン村に到着。ご自由にどうぞっていう文字が見えたぞ。今夢の世界へようこそ。あなたは今ソロモンという村に目を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のソロモンの世界をご堪能遊ばせ。あ、すごい、オーロラオーロラが出とる。いいねいいね。ご自由にどうぞ。どれご自由にどうぞ。どこ、こっち。ご自由にどうぞっていうのはこの村を見て回るのをご自由にどうぞってことかなそういうことかな。何かしらものがあるのかと思った。そういうことではないか。あ、ベルの鳴る木。あ、違う違う、帰りません、まだ起きません。夢を見させてくださいませ。あ、今私はこの位置にいるのね。はい。あ、すごいな、近代的な感じやね。お、アルテイシア、のんびり森の生活。この服見たことあるぞ。あの、私一応ねガンダムは全然詳しくない全くもって詳しくない。村長さんにはもうね、あの事前に言ってあるんやけど、全く詳しくないんだけども、一応それなりに楽しんでいこうかと。でもこの服は見たことあるね、ガンダムで女の人が着とったやつめっちゃふわっとした情報やけど。でもこれで私の動画を見て、ガンダムに詳しい人とか、あ、これはあの部分みたいな感じになるかもしれんけん。いや、でも、あの、わからんくっても、作り込み、村として、普通に村としてめっちゃすごくって、え、やばくない？いいね、いいね。ここは、病院、そして受付の看護師さんがいて、でもここでね、見てもらうわけだ定期検診とかちゃんと行った方がいいよ。ちょっと女の人とかもね、最近ちょっと乳がんでも亡くなる方が増えてきてるから。はい、左の部屋へ。おお、なんかすげえかっこいいな。そしてめっちゃキラッキラしてるなやばいね、めっちゃキラキラしてるね。お、そして誕生日、いや、ハッピーニューイヤー2017年。あ、なに、羊系住人が好きなの、一緒一緒。お、これあれじゃない、これはわかるよ、ほら、シャアでしょシャアでしょこれ。おお、すげえ飾られてるよシャアそしてその横に、まあね、羊系住民たちが、みぞれちゃんも飾られてる、嬉しいめっちゃ嬉しい、そこに興奮。いいねいいね。あ、これ冷蔵庫はあれなんかな、リメイク、もうこういう感じにはできんってこと。なんかなんかちょっと一つだけ異彩を放っている、逆にね逆に普通なことが異彩を放っているような。ほい、それじゃあ奥の部屋へ行ってみよう。お、奥は結婚式場？これ誰やろ？シャアかな？え、何？何が置いてあるのこれ？え？なんか向こう側は婚約指輪ってわかるんやけど、え、こっち何これ？何の機械？結婚式場になぜ、え、絶対必要じゃないものよねこれ。え、絶対必要じゃないものよね。え、なんかこれ、あれだよね、飛び盛りきっかけで、そっちの元々の、ネタ元の方を見たくなったりとかもするよね。え、だってめっちゃ気になるもん、何か。
花束が置かれてある。この卵の電気前からもよるけどめっちゃ可愛いよね。ほい、そして左側へ。左じゃねえ、右側へ。お、すごい。ここはなんか、うわ、びっくりした。え、めっちゃびっくりしてんやけど今。え、頭上めっちゃバチバチなってますよ。絶対これそんなスヤーって感じで寝れんと思うよ。これはなんか多分さ、スライドパズルやと思うんやけど、これは出来上がってない状態。これでさっきのが出来上がってたのか。やっぱりどういう方か、こうか、この方向だね。これあの目と口と鼻やろ。でもちょっと誰かわからないんだけど、誰かわからないね。あ、これや、これこれこれ。あ、これあれか、これもシャアか。シャアだった。なんか見え方が違った、全然。おすげえ。何か更新してるの。ここはなんかね、言われたらあ、ガンダムっていう感じはするよね。ただ一個一個の機械が何なのかは全くわからないけれど、すごいな。はい、そして2階へ。2017、あ、どうもどうもどうも。どうも、あれどうもって言うんかな、全然違うかもしれんけど。いいねいいね、氷テーマ。そして後ろには絵画がたくさん。なんかあれやな、めっちゃこの卵のやつめっちゃ持っとるね。あ、すごい、向こう側にも絵があった。なるほど、一面だけかと思ったら二面あるのね。マスターハニワが欲しいよ。マスターハニワいいないいな。ほい、そして地下へ。お、なにかわいい、めっちゃかわいいんだけど。え、超かわいいんだけど。あ、すごい、この子たちが演奏しよるってことか。この女の子たちが演奏してくれよって。で、お菓子の家に住むお姫様的な感じ。リセットさんと何の話をしてるの。ちょっと困るんだよね、こんなところにお菓子の家を作られちゃみたいな感じ。違うかな。で、なんかこの、まあ、お姫様と小人たちが、そんなこと言われましてもみたいな。小人たちも一緒に住んでる設定。あ、ここは普通にあれなんかな、白雪姫ってことかな。なんかほら向こう側に怪しげな壺とリンゴが落ちてあるから。白雪姫かな。白雪姫の世界にリセットさん出てきちゃったよ。何登場しちゃってんの。でもここの世界観めっちゃ可愛い。え、超絶可愛くない？めっちゃいいやん。てかこの小人たち私いっぱい欲しいよね。超揃えたい。ほい、それじゃあ。さあ、2軒目に行きましょうかね。ん？誰か私と同時に出てきたやろ。ほらほら。お、君は、のり巻き。どこのドイツか知らないけど、楽しんで帰ってくれ、なんてな。あ、かっこいい！制服着とるやん。あれもガンダムのやつやろ？なんか男の人が着とるやつよね。はい、それじゃあ。てかさっきからこの辺咲いてるの金のバラじゃない？すげえ。そして、2軒目。どうも。楽しんでる？楽しんでます。タケさん？タケさんかな？テイクさん？タケさん？お邪魔します。あ、すごい！え、すごい！オンエア、ごめん、私カメラの前に踊り出るけど、ちょっとそこどいてって言われそう。クイズ番組中？この人司会者かな？あ、どうもどうも。どうもどうも。
あれやね、マスターとナビルーたちのクイズ大会。は。4番 ?3 番、え、なんか間やな。間やった。はい、それじゃあちょっと右側の部屋へ。すげえ楽しい、この部屋。お、そして、うわ、左側、なんかあれやね、1軒目と同じく、左側の部屋めっちゃキラキラしとんやけど。やば、この家具ってこんな感じにできるんや。いやー、チカチカするよー、眩しいよー。お、そしてここにも、はい、羊系住人。これもつかさちゃんやったかな。フリルやった。え、フリルこれ。マジで?ルイは友を呼ぶ。あ、フリルなのか。見えなかった。あ、でもネズミもいるよ、ネズミも。サラちゃん。好きな言葉は、山市の玄関。サラ。なんかサラってこう、ガンダムに出てきたよね、多分。フリルはわからんけど。お、そして、これはシャア仕様?シャアの制服かな?開けてしまった。夢と思い出がいっぱい詰まっている。なるほど。なるほど。お金持ちそう、部屋が。ほい、そして、奥の部屋へ。何あれ届けか。はてな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 。お、奥は、モンハンの世界ですか?ほら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 。ね。恐竜と戦いよる。しかしめっちゃ手を振る。え、これは、亡くなった方がいるの?いやー。いやー、うわーって言う。埴輪が、うわーってなっとる。でもすごいなぁ。なんかこうね、物がいっぱい置いてあってこんな綺麗に見えるのがすごいよね。私もそういう感じにしたいんだけども、なかなか。なかなか、ちょ、私も混ぜて。魚食べたい。めっちゃ頭によるはい、それじゃあ。おお、こっちは行き止まりだったぜ。はい、それじゃあ、右側の部屋へ。お、ここは、あ、すごい。なんかめっちゃちっちゃいけど、船が浮いてあって、ほら、船が、2艘、3艘か、カッペイさん回せて。船が3艘ほど浮いてて、あれ何?あれは、あ、ロケット?ロケットか、あれ。ロケットだね。ロケットがあって、あれは、テーブルと椅子をああいう風にするってことか、すげえ。ほんと普通に島に見えるもん浮いとる島。そしてあっちに、あ、こっちにも船あった。あ、ボートもある。そして、これはなんか、花に群がる鳥たち。これもなんか、何かしらを再現しとんじゃないんかな。で、ここの花の部分を見て思った。なんかね、何かしら船から花が投げ落とされて、その近くに鳥たちがいるみたいな感じ?違うかな?ほい、それじゃあ、2階へ。おー、すごい!お?なぜあの人は包帯だらけなの?そして至る所に出てくるな、リセットさん。そして、この人は普通に海賊?普通に海賊っていうのもおかしいけど。何?電話をかけようとしてるの?どこかに。この辺はなんかね、マリオカートっぽい感じもすごくするんよね。ほらほらほら。マリオカートっぽさもあり、あ、だってあれ。見てあれ。みたいな、リセットさんが飛び出してきたことによって、なんか事故が起きたんじゃないの事故が起きてしまって、で、こうなんか包帯だらけになってさ、なんか、事故を起こして怪我した人がいたりとか、あとなんか、レーサーの人がいたり、マリオもおるし、ちょっと困るよ、こんなとこに出てこられちゃう。みたいな感じ。ちょ、後ろ使えてるんだから、
あ、じゃあ、あの海賊さんがあれやね。警察呼びに行ったね、多分。違う。はい、じゃあ、地下へ。お、あ、地下は、地下はこれ、あれじゃないの。海賊、海賊じゃないの。え、でもこの人たちはな、え、なに、死んでる。え、あなたたちがやっつけたの？もしかして。ここからやってきたのがあの2階にいた海賊じゃないの？違う？え、てかなんかさ、このハリセンボンいじめられてない？大丈夫？このハリセンボンめっちゃいじめられてない？どうした？何やってるの？魚たち集まってそんな。ダメよ、弱い者いじめは。ハリセンボンが弱いかどうかはわからんけども。わからんけどもよ。ほい、それじゃあ。それじゃあ、3軒目の家に行ってみようか。3軒目は、橋を渡った向こう側かな。お、これは？ビーチこっち。なるほど、こっちにずっと行くと浜辺が見えてくると。そういうことかい。ちょ、誠一さん、え、なくね、ビーチ。え、こっち行き止まりじゃね。あら、私は看板の読み方を間違えたのかしら。間違えてしまったのかしら。なんか至る所にもう全部もしかして、金のなる木。オートキャンプ。あ。オートキャンプこっち。これは合ってるね。このまんま行ったらオートキャンプ場。すごいな。もともとある施設にもこうやって看板つけていくのすごいね。お？ジオン。あれや。ジークジオンのやつや。ジオン軍。はい、それじゃあお邪魔します。おお、金ピカ。なんかここリセットさんとラケットさんが。そこがなんかあれなの、ジオン軍に関係あるの？さっきから至る所で邪魔をしてるみたいだけど、物語の邪魔をしたりとかね。レースの邪魔をしたりとか。キラ、サロモン村にようこそ。キラさん、村長さんやね。あ、なに、静江さんも写真もらえるの？どうやってもらえるの、静江さんの写真って。え、もらいたいんだけど。好きな言葉は天衣無縫。え、静江さんからももらえるんや。知らんかった。どうやったらいい、静江さんの写真は。知りたい。何気にあのコルクボードにもシャアの写真が貼られている。大ファンやな。はい、そして左側。なんかここ超愉快やん。ここでこうね、片手にコーヒーを飲みながら、ドーナツを食べながら。師匠からももらえるの？マジで？トタケケからもやん。どうやって？トタケケはあれかな？何回もライブハウスに通ったらいいんかな？師匠も？何回も。差し入れとかに行けばいいの？あれ、ネタ、全部見終わった後の差し入れできるんかな？そしてなんかね、演奏してる、この埴輪くんたち。手前で踊ってるフラガールたち。いいね、いいね、なんかいいね。めっちゃ愉快やん。ほい、そして奥の部屋へ。お、奥の部屋、めっちゃなんか普通にキッチン、かわいい。え、めっちゃかわいいんやけど。ハッピーバースデー。お誕生日なのね。そしてプーギーとミニチュアダックスが仲良くしてる。なぜキャットタワー。遊ぶんかな。そういうことかな。お誕生日おめでとう。あ、やっぱりこれはお誕生日おめでとうってことでよかったんかな。あ、1軒目にも多分ケーキがあったよね。そういうことか。そしてここで、ま、料理をね。これフライパンの中に食べ物があるやつとかあるん？普通にあったっけ今までも。覚えてない。覚えてないぞ。
え、すごいな。めっちゃオシャレやし、普通に生活感もあるし。え、かわいい。めっちゃかわいいよ。え、なんかすごいリアルじゃない？ほら、食洗機もちゃんと置いて、で、電子レンジとか、ジャーもあるし、この辺ちょっとね、小麦粉とか、で、パン、調味料。すげえ。いいな、いいな、いいな。こういうの作れるのすごいな。ほい、そして、これは、ここから行けるパターンか。よし、右側の部屋へ。お、右側は、お、怖い。あ、びっくりした。なに、ルピー？めっちゃびっくりしたんやけど、今。そして、こっちはね。ハートが増えます。あ、すごい。何あのロボット。待って、どういう状態？見たい。ロボットが見たい。くっ、ロボットの全体を見ることができない。全体を見ることができないよ。あんなロボットあったの？すごいやん。もうそれこそね、ガンダムの世界観できるやん。ここであれやね、私ジークジオン。ジークジオンのとこやろ、これ。違う？なんかそのシーンだけ、なんていうん、なんか何回も見たことある気がする。何かと取り上げられるよね、そのシーン。みぞれちゃんの席にする、私。雨天順延。みぞれちゃん。雨天順延って。はい、そして、2階へ。お、2階は、お風呂場がある。かっこいいやん。あれやんね、坊やだからさって言い出しそうな。ごめんね、私のこの最低限の、めっちゃ少ないガンダム知識を振り絞っていく。あ、すごい、ちゃんとこれ、届いてないよ。届いてないよ、大丈夫。ちょっと、床水浸しじゃない？寝ぼけとるって絶対。え、これちょっと待って。便器なんやけど。え、便器なんやけど、ちょっと、笑う。ここで麻雀をね。もう長時間座っとるかもしれんけん。もしかしたらね、ちょっと、もうここに座ったままずっと過ごさんというか、横にちゃんとティッシュも置いてくれとる。そういうこと。そういうことではない。はい、それじゃあ、なんかトイレいっぱいあるな。今、個室トイレもあったよ。はい、そして地下へ。え、地下急に怖いんだけど。え、地下が急に怖いよ。ここは通っても大丈夫？しかし、ここを通ることによってハートが回復する。ひえー。怖い。めっちゃ怖いんだけど。え、なんか背後に骨ありますけど。何それ？え、もうすでに、あ、そか、ここベッド2つあるのに1人しかいない。一人はもうお亡くなりになったの。それを何？隠してるの？この人。え、でも隠せんよね。あれ？あいつは？ってなるよね、普通に。え？何？怖いよ。怖いよ。これは何？看守さんたちよ。ずるいわ。めっちゃずるいわ。閉じ込められてる人たちは苦しんでいるというのに。でも犯罪者なんかな。何回も通るやつ。これ嘘発見器とかかな？違う？そんな感じがした。ほい、それじゃあ。いやー、なんか何気にこう、闇を感じる部分があったり、あとは、ものすごくネタに走ってる部屋があったり、いいね、面白いね。面白いわ。いや、なんか、ガンダムを知らなくっても、楽しく回ってもらえるんだったらっていうことで今回回らせてもらってるんだけど、やっぱもうめっちゃ楽しいよ。めっちゃ楽しいよ。ヤタロウさん、アイディアがねえ。アイディアがねえ。何その髪型？どういう状態？どういう状態？お邪魔します。おー、めっちゃ金ピカや。
でっかい、でっかいでっかいけん玉。でっかいでっかいカジノかな。なんかそれぞれ楽しみよる。ピンボールだとかダーツだとか。はい、それじゃあ、ちょ待って待って待って、それじゃあ私も楽しみましょうか。左の部屋へ。お、左側はうえい、お金。これがあれですか、掛け事とかをした後の賞金はそこに見えるように山積みにされてるんすか。うわ、ほら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 、もうみんな金に目がくらみすぎよ。ほら、みんなの横にも札束が。もうめっちゃみんな稼ぐ気満々やんね。じゃあ今回はこれにこれだけかけますみたいな。うわ、やばいやばいやばい、ほら、あ、ドル袋の山が。怖いよ、みんな金に目がくらんでるよ。そしてここはね、見た、さっきのあのお客さんみたいな。そういう会話をしながら、あ、このジュースあの席に持って行ってくれないっていうメイドさんたちの会話。ここは何、王者だけが座れる場所。ここでクリームソーダ片手に、なんかね、何かしら優勝したのか何か知らんけれども、花束があり、横には金庫と黒電話。まあ、ここは管理人とかオーナーが座るところかな。はい、そして奥の部屋へ。お、これはこの人もなんか見たことある気がする。ザクトは違うんだよ、ザクトは。名前わからんけど。はい、奥の部屋へ。お、何、奥では宴会が開かれている。え、これは作ったってこと？よね、キャンタロウやん。あの、ポケモリに出てくるキャンタロウやん。めっちゃかわいい。あ、そういえば外におった、誰やった？ヨタロウさん？ヤタロウさん？ここの住人さんも、なんか、オーケーモータースの服着とったよね。めっちゃ普通に見よったけど、これポケモリじゃないやん。飛び盛りやん。前出で作ったんやん。すげえ。なるほどね。私も食べたい、ちょっと。めっちゃ食べたいよ、ちょっとマスター軍たち。こっちは普通の埴輪か。いいな、いいな。いいな、いいな、ください。ほい、そして、右側の部屋へ。お、右側、でっかい。でっかい、でっかい。みんな。ここは何？なんか機械整備みたいにしよるとこってことかな。そういうことではないんかな。あ、でもなんかね、工具とかいろいろあるけん、そういう感じな気がする。かっこいいな。ジオン軍の飛行機や。超かっこいい。はい、そして、2階へ。2階はちょっとなんかアジアンチックな感じの。これはなんかあれなの、あの、一軒一軒の家で誰かしらの誕生日を必ずお祝いしている。なんかあれかな、誰かしらあがめよる人が誕生日なんかな。あがめよる人。どうしたの君。え、でっかいじゃねえわ。何、犬のでっかいうんこですか。犬のでっかいうんこ。うわー、でっかい。うわー、でっかい。そしてそれを眺める犬。いいね、なんか細かいところにそういうネタ系のことが仕込まれてるのはすごくいいと思う。はい、そして地下へ。お、地下は銭湯だ。いいね、いいね。大人と子供。大人と子供。あ、シャワー浴びてるのね。なるほど、なるほど。何叫んでるの？うえぇ。うわぁ。叫び声が聞こえるんだけど。どうした？
そうそう、この人、この人が着てるこの服も OK モータースの服だね。いや、なんか一件一件やっぱこう、何、ガンダムを知らなくてもめちゃくちゃ楽しかった。君かつかさ、ソロモン村へようこそ。あなたよ、ソロモン村の人でしょ。よく来てくれたわ。僕で素敵な思い出が作れるといいわね。待つの、待つの、何待つの、何を。あ、羊に、またいた。お部屋、お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか。二人とも女の子なのね。ここは夢みたいに素敵な村ですよ。楽しんでいってくださいね。模範、模範、かわいい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。多分一軒目に行った家がなんかガンダム要素いっぱいあったんかな。あの結婚式のとかもそうなんかな。まあ、あの、もしガンダムに詳しい人とかがいたら何かしら書いてくれると嬉しいです。